ということで、今日はもう一丁一で、ね、始まりますので、よろしくお願いします。で早速なんだけど、まあ、竿の話なんで、まずはね、今進めているいくつかのインクスロットの企画の中から、もうね、気にして、待ち焦がれてる方もいらっしゃるのでお見せします。サービアの、TC、テクニカルキャストモデルですね。もうね、届いてるんですけど、いろいろと検品中で、まだ発売は、まあ、来週か再来週かってところですか。こんな感じね。まあ、一目で同じサビアを友達が持ってても、あ、TC 持ってるわってわかるように、はい。と色を変えてます。で、通常、今のところ、イクスロットの、フィッシュマン工場で作ってるやつは、この3ピースの、ここまでしかカラーリングしてないんだけど、TC は上も塗ってますから。つなぐとこんな感じね。で、この上の方は無塗装。まあ少しそのカラーのある部分を増やして。まあ先の方まで塗っちゃうとね、また本当わずかなんだけど、塗装のウエイトがティップ側に塗っちゃうとね、また少し調子が変わってくるし、まあ、サビオとかサビアとかね、ライトロットの場合は、できれば、トップの方はあんまり塗りたくないと。まあ、あまりフロントヘビーにしたくないっていうのがあるので、ここまでなら、ね、そんなに、まあ、シャープ2以降、パート2ですね、3ピースなんで、細い方からシャープ1、真ん中がシャープ2、バット側がシャープ3という表記が大体、どこのメーカーさんも、ほぼ共通なんですけど。シャープ2を全部塗ってしまったってね、さほどの差はないと思うんですけど、まあ今回はこんな感じのコスメにしてます。で、何がどう違うかなんですけど、それをちょっと説明するのにね、今手元にいろいろと好材料があるので、その辺から始めましょうか。まずこれがノーマルサビア。ノーマルのサビアです、ね、でこちらが TC でこれをトリガーのとこで揃えて持ちます。このトリガーを揃えて、そうするとこれだけまず短いんだよ。はい、こっちの先端は当然揃ってます。なんだよ、こんだけ短くしただけかよ。違う。なわけないじゃん。違います。当然違います。でね、一番大きく違うのは、まず、グリップが少し短くなったのと、このセパレートから、ね、ストレートになったが一番違うのね、もうパッと見た目に。で次に違うのはね、ロッド全体のバランス。短くしたら、サビアといえども、これだけ短くするだけで、持ち重りがするようになる。これ、竿不思議なんだよ。短くしたんだから、竿全体のウエイトは軽くなるんだけど、こっち側って変わんないわけだから、お尻を短くしたら、わずかこうカットしただけでウエイトがね、フロントの方が重くなるのよ。これはね、ヤジロベにしたらすぐわかるよね、竿ってこういうふうに。このトリガーに対して、この辺でだいたい水平バランスが取れてるよね。ノーマルサビアの。じゃあ TC どうなのかって話なんだけど、ほぼ同じところで持つと、ほら、お尻が重たい。こんなに、ほら、だいぶ違うんだよ。これ結局、お尻を短くして、そのまま単純に短くしただけだと、
竿を持ってここから下げた時に前がすごく重く感じるので、人間ってさ、前が重くなったら竿全体が重くなったと勘違いするのよ。わ、この竿重てえって、本当に。そこをね、まず今日の竿の話の中でもね、結構これバランスって重要な問題なので、ご存じない方はね、まずその辺をね、ちょっと知っていただくと、竿の目的であるとか選び方がね、随分違ってきます。ある程度竿の方は知ってる方はお分かりだと思うんです。あ、そうかと。TC モデルはお尻をこんくらいカットしたからカウンターウェイト入れてんだと。先を盛りがしないように、フロントヘビーにならないように、シーソーバランスを取るために、ここへ、この中へウェイトを仕込んで、ね、持ちを盛り、先を盛りがしないようにしてるなって気がついたはずです。おっしゃる通り。はい。おっしゃる通りです。で、もう一つね、参考サンプルがあるんだけど、これはプロト。ね。コルクじゃないかわかるでしょ。EVA になってる。ここだけコルク。これもね、実はサビアなんだよ。ノーマルサビアとグリップ長いバージョンと比べてみますね。さっきと同じようにトリガーで揃えます。こんな長い。こんな長い。うう。で、後ろのパーツで、ノーマルサビアはシルバーなんだけど、ブルーにしてるんで分かりやすく。ここ前はほぼ一緒。サビアのブランクってね、めちゃくちゃよくできてて、もう皆ね、これ見てらっしゃる皆さん大体ご存知だと思うんだけど、ボートでのライトゲーム、バーチカルゲームのライトゲームにね、ものすごく調子がいいのが、これ狙って作ったわけじゃないんだけど、結果的にサビアって、例えばタイラバとか、タチウオジギングなんかでもね、ものすごく調子がいいのね。まあ僕は剣先ゲームなんかでも使ったんだけど、サビオよりもサビアの方を向いてたね、剣先、ライト剣先で。で、これある遊漁船の船長がどうしてもサビアブランクで本格的なね、オフショアロッドがどうしても欲しいと。で、現状のサビアでも、ちょっとこんな言い方すると語弊があるんだろうけども、まあ、船長の言葉です。専用のタイラバロットよりもサビアの方が、そのブランク特性がね、圧倒的にその自分の好みに合ってて、非常にフッキングがいいと。タイラバでやった場合ね。だからこれはもったいないと。サビアの、オフショア専用タイプが欲しいって言うからさ。で、ちょっと自分で組み直したことなんつって、いろいろやって、てもらって結果これいけるねってことで、じゃあ、まあ限定で何本かこう量産しますかということでね、今進めてるんです。ここに書いてますよね。チューンドバイ DSK。 まあ DSK 遊漁船の名前ですけど、船長のニックネームでもあるんですね。プロパンの製品化にもなってもおかしくないので名前つけてます。トリスサビアのプロフォンドって発音するので覚えておいてね。トリスサビア、さっきの TC、こっちはトリスサビアのプロフォンド。これなんかはさ、さっきと同じとこ持ったらもうだいぶ後ろの方でもバランス取れないよね。まだ尻が重たいね。これはめちゃくちゃ後ろが重たいですよ。カウンターウェイト入ってるんで。まだだよ。もうこの辺だもん。矢印バランスが。これ、随分後ろだよ。さっきトリガーのちょっと後ろだったでしょ。すーごいケツのとこ持った。こんな感じ。はい。だから、シャープ1、シャープ2のブランクがほぼ一緒であっても、グリップ側が違うだけで、全く違う竿なんです。なるんです。違う竿に。釣り竿って。となるとさ、例えば、
じゃあ、デオンさん、こっち側だけ作って売ってよって人が必ず出てくる。で、僕もそう思う。こっち側だけあったら、今の手持ちのサビアのグリップだけ差し替えて使えばいいじゃない。って安易に考えるよね。僕もそう思う。でもね、これ実際作る側から言わすると、ダメなんだよ。例えばね、わかりやすく言うと、プロフォンドの方は、実際ノーマルサビアと1番、2番のブランクは同じでいいのか。やっぱりせっかくね、オフショア用作るんだから、オフショア用にブランク自体も少し調子を変えるか、まあいろんな議論がある。で、結局、この半年ぐらいね、あれやこれややってみた結果、まあ DSK も僕にしても、やっぱ非常にもともとの出来がいいので、いじんない方がいいという結論になったわけね。やっぱこれが調子いいんだと。だから、ノーマルサビアの1番、2番と一緒なんです、ブランクは。だったら、なおのこと、ね、グリップだけ、そこだけ作って売ってちょうだいって話になるけど、実は違うんだよ。まあ、プロフォンドはわかりやすいから説明するけど、ここへ TC の2番があります。TC の2番。で、これプロフォンドの2番。で、ブランクは、そのまま、ブランクはね、同じですよ、長さも素材も、全然変えてません。でも当然ガイド位置が違うよね。はい。お尻から見て。オフショア用のプロフォンドは、もうここでガイドがある。ここに。で、ノーマルサビアは、ここまで行かないとガイドな。これがバットガイド。ね、チョークガイドとも言うし、バットガイドとも言うんですけど、ノーマルサビアと TC はここなんです。でも、プロフォンドは、もうここにある。しかも、DSK の船長の、いろんなガイドをつけてもらって試されたんですけど、これ、スパイラルです。ほら。ね。オフショア用のプロフォンドはスパイラルガイドにしてます。で、スパイラルにする際に、結構大きく違うのが、この、バットガイドのサイズ。あ、来た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 。同じ側の、と、ティップで比べますね。一番一番は、どっちも黒だから、見分けがつきにくい。大きい方が TC、つまりノーマルサビアと同じ。もうガイドサイズ違うんです。途中も全然違うよ、この辺も。で、ガイド位置も違うよね、ほら。ガイド位置も違うし、もうサイズが違うんだ。オフショア用の方がガイドちっちゃくしてあるの。ここはね、やっぱり釣り物、釣りスタイル、目的で違うってことだ。例えば、ボートロットって、まあ、キャストはするけど、バシッと振ることがないから、投げてもちょいっていうちょい投げぐらいなんだよね。もちろん、ボートからのキャスティングロットもあるわけなんだけども、今回作ろうとしてるのは、まあ、基本的にちょい投げだけで、あとは落としていく釣りなので、その際のガイドの個数であるとか、ガイドの位置であるとか、ガイドのサイズっていうのはもう使い勝手のね、使い心地の良し悪し、そもそも魚のあたりを取りに行って、かけに行って、ファイトする時のことを考えた時に、一番ベストな形を追求すると、プロフォンドの場合はかなりガイドがちっちゃくなりますよと。ね。さっきトップガイドの方を見てもらったんだけど、この後ろ、一番の一番後ろのガイド見てもらったら、相当差があるの分かる。これ。一番の一番下のガイドです。こんなに違う。はい。よりオフショアで快適になってるんです。こっちが。プロフォンドが。で、これで、今までノーマルサビアで、そのボートのバーチカルの釣りを
してた方もプロフォンドがあるともうガラッあの調子でよかったサビアがもっと飛躍的に、いい竿になるってことです。オスワルド的に。でこの長さはもう当然ここの巻きバサミでマダイのそれなりのサイズも食ってくるのでここの作業がしやすいように、はい、長く作られてます。まあこれ一つの材料です今日のね。でいろんなお話をしていこうと思います。まあ皆さんもう早速、ね、質問を書き込んでおられるんですけど、そうだな、ちょっと何から話しておこうかな。今のお尻のねカウンターウェイトの話をねちょっと広げていきます。まあ、僕らのようなそのライトソルトの釣りをがメインのアングラーさんが特に錯覚してることとか知らないこととか、良し悪しの判断にあの妙なバイアスがかかっちゃってるっていうのがね、あのすごく僕の近年の、ね、心配事なんですよ。うん、それはね竿の重量の話ね。これやっぱりそのライトソルトでの一番人気魚種といえばアジ、つまりアジングなので、このアジングから入られた方たちは、まずそこにそのアジングタックルとは何ぞや、今の一番最先端のアジングロッドを使われたかで、それ以外のルアーロッドをほとんど持たれてない方たちはベースがアジングから入るので、それが基本だとつい思いがちなんです。アジングロッドが悪いんじゃない。アジングに、特化して、それも僕がアジングをねまだ名前もつく前から一生懸命アジングやって、アジングの基礎的なことを友達たちとこうみんなで構築させて、これだと全国のねいろんな人たちが喜ぶねということで雑誌に発表しだして、今やもうほぼ全メーカーがアジングロッドを作るようになったんですけど、あの当時のアジングに見合った竿と今の日本中の、アジングフィールドに見合ってるものとはね、やっぱりこれは時代の進化とともに変わってきてるんです。これしょうがない。例えばフィールドって必ず痩せていくんです。でよりシビアになっていくね。あともともとその例えばマミアジしかいませんよっていうエリアもある、うん、で相変わらず30センチ前後がもう普通に釣れるエリアもある。広島でもあるんです。でもともと広島とか山口愛媛でも豆ばっかりのとこもあれば、もう中型がコンスタントに釣れるポイントもある。でちょっと遠くへ行ったりフェリー乗って行ったりすると、同じ中四国の中でももう40、50が望めるとこもある。そこはねあんまり変わってないんだ昔から。ただ何が変わったかというと、アジングというゲームが台頭する中でたくさんの人がアジングに手を染めるようになった、ね、そのアジングをするようになった方たちの大多数は片道3時間4時間もかけて遠いポイントには行かないってことだ、うん、だって家から近いところで手軽にルアーゲームが楽しめるのがアジングメバリングの良さじゃないっていうとこだよね。でフェリーでさ高速使ってさ、うん、で片道3時間とか4時間とかさ、で金額考えても交通費だけでもう1万円とか2万円とか、それちょっと違くねっていう人もたくさんいるよね。当たり前だよね、そんなことはね。多くのアジングファンの方たちはね、市内の近場で、毎日仕事帰りにちょっと小1時間とか2時間とか、楽しんで帰るっていう方が圧倒的に多い、うん、そうなると、そういったアングラーさんのフィールドのために特化されたもののっていうのは当然作られてくるし、そういう意味ではそれは楽しいよね、正しいよねってことになるよね。それが結果的にそうね、この 4,5 年で一気火星に進んでいったそのロッドの軽量化ね。僕が最初に作ったアジングロッドは、ね、
重量がね、正確な重量を覚えてないからごめんなさい。70グラム台なんだよね。今時アジングロットで70グラム台だったら重ってーになるよね。今30グラム切るようなものがあるよね。なんか28、9グラムぐらいの量産品があるみたいよ。まあそれはちょっと極端にしても30グラム台とか50グラムを切るのがもう今アジングロットの世界で当たり前になってる。じゃあなぜそんなに竿を軽くしなきゃならんのかっつったら、さっきのフィールドの話なんだよね。10センチから15センチぐらいの豆アジしかいない。でそれを釣ろうとすると、まあ僕なんかが普段やってるようにその最低 1.2 グラム 1.5 グラムで使うワームがそうね、2インチから、細長いやつなんか3インチ使う。じゃあ実際難しいよ、レオンさん。いや知ってる知ってるよ。さびきれないと釣れないようなアジをそんなんで釣ろうったって釣れない。分かってます。うん、だからあれだよ、あの僕は20年前からフライフックの20番とかに、スクリューテールグラブの尻尾だけ切ってちょっと刺してやってたわけ。そうでないと食わない味、やっぱりちっこいのがいるのは分かってます。うん、だからそれが、デフォルトになっちゃったってことだよ、味の。うん、だからやっぱり 70g 以上あるので竿自体が、あと感じにくいんだよ、やっぱね。これが 35g、 もう半分、竿のウエイトが半分のロットで 0.5 グラム結んでこうやれば、やっぱ感じ取れるんだよね。これをね、あの、感度っていう言い方するんだけど、別に感度って言ってもいいんだけど、あの、物理としては感度ちょっと正しくない。これは、あの、単純にウェイト比のバランスで人が感じる、あの、違和感なのね。うん。これは、あの、俗に本来釣り竿を持つところのあの、感度。僕は昔からちょいちょい使ってた反響感度。それとね、リグウェイトの、あの、負荷。重いとか重さとか。それが変わった瞬間に分かる感度と、感度って2種類あるので、まあ、感度がいいって言っても、うん、あの感じ全部が間違いではないんだけど、軽くすれば、必然的に感度上がるってこと。こう素材関係ない。素材関係ないよね。あと、細く作ると、そういう、ウェイトの負荷を感じやすくなるよね。太いほど、例えば、普通の 10g の割り箸と、10g あるんだけど、先っぽが細く作ると、明らかにわかるよね。この、リグの存在感っていうのが。うん。だから、釣り竿ってそういうふうに作るもんな。ウェイトと、竿自体の重量と、それから、あの、ティップ系、のあり方とか、まあそういうものが複雑に絡み合って、極軽量のね 0.5g、0.6g がより快適に使えるように作ってあるわけ。で、なんで 0.5、0.4 が必要かって言ったら、あの足元の近距離の釣りで成立して、なおかつ大きなアジがいないんだと。うん、僕たちは10センチ、15センチ、20センチないようなアジしか、あの、お家の近くのフィールドににはそんなのしかいないけど、それで楽しいんだ。楽しいよね、実際ね。うん、だから昔からあの、小アジのサビキなんていうのはやるわけだし、サビキなサビキの面白さがある。それをルアータックで一匹ずつ楽しむのは、僕も個人的な趣味思考の方向としては、サビキで釣るより、そのマミアジタックルの専用品があったら、そっちで釣ったやん。だってルアーマン。だから今日の僕のお話の中で、その竿のウェイトに対する評価っていうのは、いいとか悪いとかの話じゃない、ね、いい悪いじゃなくて、自分が何をしたいか、どんな釣りをするのか、そこにどういうタックルを持ち込むのかという話をしたいだけです。はい。だからちょっと勘違いなさる方はね、70グラムもあるじゃん、重たいからいらないっていう方が少なからず近年いらっしゃるんですけど、でもね、3グラム、4グラム、5グラム、7グラムのジグヘッドを使うことまで視野に入れたら、当然そうなるんですよ。
そうなるんです。ただ軽いだけの作法だとね、非常に物事が難しくなるんです。これは実際にフィールドで使い比べたら分かります。頼りなく感じるし、力強いことができなくなるし、だから作法っていうのはそういうふうにできてるの。そーっとやる道具と、パシッとやる道具と、バシッとやる道具と、ドーンとやる道具は当然違う。ゴルフで考えたら分かるでしょ。ね、サンドウェッジがあって、あれがあって、で、ドライバーまであって。でも当然その一つのゲームなんだよね。ゴルフという一つのゲームの中だけでも、それだけ10本、12本ってこう、レングスも、ウェイトバランスも、で、ヘッド形状も違うものがゴルフではあるんだけど、釣りもそれが当たり前なんだけど、釣りの場合は、例えば、サンドウェッジだけで成立する遊びがあるわけよね。例えば、それがアジングだったり、ヌバリングだったりするわけね。で、ここにとらわれすぎちゃうんだよね。ね、実はゴルフでもあるんだよね。なんかパターだけのコースみたいなのがあるじゃん。どっか遊園地とか行ったら。あれなんかパターしかいらないんだよな。だからそれ自体がパターゲームっていう捉え方すれば、それはそれで面白いしね。で、コースは回らないんだけど、ドラコンなんていうのもあるよね。ドライビングコンテストとかね。だからその時はドライバーしか使わないよね。だから自分が何してんのかということと、それに見合った道具は何なのかっていう話であって、どっちが正しいとか間違いとか、全くそういうことじゃないんです。で、竿の上田の話のついでにね、最近ちょっと面白いことがあったんで、オープニングはね、この話を最後ちょっとさせてください。実は皆さんも、ご存知、ちょっと画面共有しながらここはね、見ていただきましょうかね。画面共有、ちょっと待ってよ。失礼しました。これ45グラムです。ここで曲がってんだよ、もう。曲がってるね。もっとね、鮮明な画像で、ズームで、またいつか撮りたいと思うんだけど、45グラムだったら、ティラドールはこう曲がります。で、まだ余裕があるから、実際はね、地球さんとも、ナッツスリムロングのプロとの80投げてみたけどね、投げちゃうんだよ。だから、そんなに難しくなく、80グラムをすっ飛んでいきました。まあでも、ロットの表記的には65グラムまでぐらいなんだけどね。で、この差をさ、僕が目指したのは、軽いところも投げますよ、というと、これが14グラムのシーンね。はい、いきます。スイングで曲がってるんですよ、これ。だから、ルアーウェイトというより、スイングで曲がるっていうのがね、結構重要で。これが、その、非力な僕でも投げれちゃうよというね、一つの理屈なんです。スイングでね、すでに曲がってる。あんま変わんないでしょ、45グラムの時と。ね、14グラムと45グラムで、竿の曲がり方があんま変わんないんです。そこを見ていただきたかったんです。で、話の続きがあるの。で、何を言いたいかというと、このティラドールのセカンドプロと、をこの間、地球さんと磯へね、試投に行ったの。で、コスメもちゃんと綺麗な、できたやつをね、名前まで全部プリントして、とりあえず、コスメのプロトでもあるので、で、2人でいろんなものを投げてみたの。で、65グラムをね、僕が投げて100ちょうどぐらい、地球さんが投げて110ぐらい。で、一人手伝ってもらった若い子、これ背がね、180近くあって、横もでかいんだけど、この子はもう120メーターもロングキャストしました。この時に使ったのが、ナッツジグスリムロングプロトン60グラムね。120メーター。ああ、すげえ飛距離だな。で、45グラムでもね、それに近いぐらいの距離ではね、彼投げてたので、思い通りの、長距離砲ができた。
僕も 60g 投げたけど、想定通り、非力な僕が、ちゃんと振り抜ける。スピニングの方が振り切りやすい。慣れがある。で、ベイトで10フィートとなると、ちょっと僕の非力な力では振り切りにくかったのが、ティラドールはしっかり振り切れるわけ。で、セカンドプロトも、実際投げてみたら 65g 気持ちがいいじゃん。ところが、15g を投げたときに、チクさんと2人で、あれってだったんですかね。なんか投げにくい。ルアーが軽く感じて、ちょっと叩きつけになっちゃうんだよ。こうしなったらパーン飛ばないんだよ。飛ばないというか、叩きつけになっちゃうから、ちょっとね、リズムが変わって、違う投げ方しなくなっちゃって、おかしいなって。で、2人で竿をあれこれいじくって、ちょっとなんかブランク硬くなったんじゃないか。ところが比べようにも、ファーストプロトをね、その時持って行ってないよ、荷物になるから。上がってきたセカンドプロトだけを持って行ってたからね、比較ができなかったの。で、これはなんか、ちょっと、間違えちゃったんじゃない？と、ブランク強くしちゃったんじゃない？みたいな。でも帰って検証しましょうって言って帰ってきたら、なんと！で、竿が重たいのよ。竿が重たかったので、持った瞬間に、これなんか竿が薄くなった気がするよね。重たいですね。すげえフロントヘビーで使いにくくなった。で、竿のウエイトが大きくなった。でも、家帰ってきて、ファーストプロトとセカンドプロトで測りでかかってくる。測ると、セカンドの方が軽いんだよ。軽いのに現場では重く、ファーストより重く感じたの。何グラム重たいって言ったら、ね、30グラム。つまりアジングロート1本分、セカンドが重たく感じて、ファーストの方が軽く感じる。でも実際測ったら、新しい重たく感じた方が198グラムしかない。で、ファーストプロトを測ってみると、225グラム。30グラムの差があるんです、そこへ。なのに、現場行くと軽い方が重たく感じる。フロントヘビーだから。さっきの矢じろべえと一緒。こう、金槌で極端なことわかる。ここ持ったら重たいんだよ、金槌って。ああ、もうこれぐらいの土になると重てーって感じだよね。でもこうやって持ったら全然軽く感じるよね。でも、これ自体の重さ変わってないよね。このね、単純な物理をちゃんと頭に入れとくと、その竿の重さ軽さって何が重要なのかとかね、分かるようになってくる。もうどいらいて、極端すぎるよ。例えは極端すぎるけど、物理特性としてはこれが当たり前な。人間が肌感で感じる、この物質の実際の重さと、こういう距離があって、前にウエイトかかってる場合の重さはもう全く別次元のものになるってことをね、釣り竿じゃ出やすいので、そこはと分かってほしいんですけど、911の話に戻します。なんと、セカンドモデルは、ファクトリーさんが、ここのカウンターウエイト、25グラムなり30グラムなりと、バランスウエイトを入れ忘れて、プロトリー。で、何が起きるかというと、ここが軽いから、フロントヘビーだけになってて、しかもダブルハンドで投げるから、ここに重りがないと、どうしても、ここに力込みにくくって、右手で押すような投げ方になっちゃうんだよ。こう。右手で押す投げ方なんだよ。でも、本当はこのロンググリップのダブルハンドの、竿でここで投げてると正しく投げようと思った。これ、投げずりなんかしたらわかるけど、グリップエンドをここへ引きつけるんだよね。右手はほとんど動かずに、左手をおへそまで引きつけて、その反動で右手が下がるか。だから、右手で押して振ってるわけじゃないんだよね。この、投げずりの遠投競技で、右腕で投げる人は絶対優勝しないからね。左手で投げる人です。ここへ引きつけるよね。その時に、釣り竿の場合は、ここにカウンターウェイトが入ってた方が圧倒的に引きやすいの。ここが軽いより重たい方が引きやすいの。で、ここが力込めて早く引けるということは、竿がしなりやすい。つまり、軽いルアーは、ここのスイングが速くなって、バットが、ルアーが軽くてもしなるから、
軽いルアーから重たいルアーまで、非力な僕でも軽いフィーリングでスパーンと投げれちゃう。ちょっとね、ごめんなさいね。要領を得ない喋り方でね、こう全体がぼやけて長くなりすぎちゃったけど、ね、改めてちょっと僕が今、お伝えしたかったことをね、整理して終わったらいいかなと。アーカイブで残すときには、センテンスが分かりやすいようにね、やりますので、まあ、また興味のね、ある方、ちょっと理解できてなかった方はね、そこもう一度見てください。だから、竿1本で 30g も重くするわけですよ。カウンターバランスなんてのはね。で、こういうその11フィートで、そうね、ハマチとか、ランカーサイズのシーバスまで取りに行くような竿だと、竿も当然それぐらいのウェイト、肉厚も必要だし、ね、重たいルアーも投げるから、だから当然竿は重くなるんだけど、カウンターウェイト入れるとえらく軽く感じるっていうのもね、いろんな竿をフィッシングショーとかでね、触ってみてほしいなと思います。これは、アジングメバリングメーカーだけじゃなくて、少し中物、大物まで釣るようなメーカーの、竿を実際にこう触ってみて、その持ち重りとルアーウェイトの、扱うルアーウェイトの差っていうのをね、しっかり頭とか体にね、ちょっと叩き込んでほしいな。で、竿の良し悪しっていうのは、ターゲットと釣り方によって良し悪しって変わっていくのね。で、例えばね、さっきのカウンターウェイトを入れると、どうしても前が軽くなるからね、竿を立てやすいの、こう。だから、例えば、40g のジグヘッドに、4インチのワーム刺して、バーン投げて、例えば赤旗とか狙うとき、ね。ボトムについたジグヘッド、こうやって操作するでしょ。だから、こういう竿を立て構えで使うような釣りの時は、絶対的にお尻に欲しいのよ。ウェイトが。で、ショートグリップの竿だったら、なおのことなんだよ。で、また TC。ノーマルサビアよりもグリップ短くなりました。だから絶対カウンターウェイトがいるんだよ、こっち、ここに。そしたら立て構えのこういう釣りが楽になるわけ。ところが一方では、例えばプラッキングでこういう使い方をすることないよね。例えばメバルプラッキングだったら、ピュッと投げたら竿を下げてこうやるよね。先読まれがするって、竿を下げてこう使う竿って、そっちの方が楽なんだよ。やたらお尻が重くて、こう前が軽いと、こういうさばきはしにくいんだよね。大雑把に言うとそういうことなんだ。だから、何をしたいのかで、竿の良し悪しじゃなくて、向き不向きが変わってくるので、自分が何をしたいのか、どういうルアーで釣ってるのか、その時にどんな竿が必要なのか、ということをね、ある程度知識として、理論で知識でね、知っといていただくと、我々作り手がね、どういう思いで作ってるのか、何を狙ったのかがね、ちゃんと分かってもらえて、5万なり7万なり、高い金額を出してもらった甲斐が、ご自身に出てくるってことです。そういうことを目的に作ってるんです。ね。めちゃくちゃ前置きかかっちゃったね、時間がね。じゃあ、ここからはちょっと、皆さんのチャットの方をね、拝見します。ピッカンチョーさん、ガイドの大きさ、台形小径について、レオンさんのお考えをお聞かせください。どんな糸使うか。で、フロルでやるのか、ナイロンでやるのか、PE でやるのか、で、全部答え変わる。だってそうでしょ？ PE 使うときにはリーダー使うでしょ？そのリーダーを使う場合でも、例えば、メインラインの PE が、仮に、1号としましょう。わかりやすいよね。PE1 号って言ったら、20ポンド超えるわけ。じゃあ、リーダー何ポンド結ぶの？って話。で、FG ノットで結びます。PE1 号に、そうだな、例えば、フロロのリーダーを1号つけます。1号1号。でも、フロロリーダーの1号は4ポンドしかない。PE の1号は20ポンド以上あるんだね。で、
根掛かりして引っ張ったらどこが切れる？もう絶対リーダーが切れる。それもビグの方が切れるんだよね。ここのノットはまず切れないですよ、うん、だからリーダーの方で切れてほしいときは、PE の太さじゃなくて PE のポンド数で考えた方がいいね。PE が20ポンドあったら半分10ポンドのリーダーまでなら大体こっちで切れてくれる、うん、ところが、PE20 ポンドに対してリーダーが12ポンドぐらいだと、もしくは16ポンドぐらいとこう差がないとノットが切れるんですね。これをまず頭に入れて、いやガイド関係ないでしょうとまだ思ってる人いるかもしれないけど重要だよ。だって1号リーダーと16ポンド4号リーダーじゃノットストレスが変わるじゃない。全然。だからガイド径の大きさっていうのは自分が何の釣りをしたいのか、どういうラインシステムでやるのかで全く考え方変わるの。例えばアジングで考えて、アジングって言ったらね、ほとんど P 使わないよね。今やっぱり圧倒的なのがポリエステルラインでしょ、うん、でそれも、この冒頭の話に僕説明したようにちっちゃいアジがメインの釣りをする方、 0.4 号とか 0.6 号10ウェイトを使う方は、ポリエステルを使う場合でも一体何号使ってますかって、 0.2 号とか 0.3 号のポリエステル使ってるわけ。そうするとここにね、4050なんていうガイド いらないでしょね、もっとちっちゃいガイド欲しいよね。その方が絶対快適なんだよ釣りがね、うん、でもこれを PE 使う場合だと PE が 0.3 号でも、リーダーを 0.8 号とか1号のフロールつけることだってあり得るわけじゃん。そうするとガイドをちょっともう一回り大きくしなきゃならんよねって話になるので、要するに PE を使う場合はリーダーが必須なので、モノフィラメントをダイレクトに使うロッドよりも必ずガイド口径は大きくなります、うん、でモノフィラ単体で使うロッドはそこまで大きくしなくてもいいです。これが一つ、これ一番重要なとこ、うん、じゃあリーダー使いません、モノフィラ単体の釣りでガイドをどう考えますかって言ったら、その使用する太さ一体何号使うのって話なだけ。1号から3号までの人と1号も使うし5号も使うよっていうことになると、おのずからガイド径は5号を使うことに視野に入れてガイドサイズを変えなきゃならんっていうことですよ。あとはそうだね、ガイド小さければ小さいほど差も軽くなる、うん、でフロントヘビーにもなりにくくなる。ガイド1個じゃ、さっきの EX さんの質問じゃないけど、ガイド1個じゃそんな重さ分かんないけど、ね、8個、10個ってついたらね、さすがに前重たくなるのよ、前が、うん。そうすると、できるだけちっちゃいガイドの方が楽だよねっていうことは出てくる。その代わり、PE 組んで太いリーダー使いませんよって話になっちゃうね。そんな感じでいいかな？それ以上のことが聞きたいんであれば、さらにちょっと質問の方を複雑にしてください。ビートフィネス先生のお考えがあれば、リールをどれに合わせるかも含めて聞きたいです。ビートフィネスね。まずね、末広さんね、まず頭に入れてほしいのは、ビートフィネスという用語はね、バスフィッシングから来てるんです。で、バスに合わせて作ったビートフィネスと、僕らライトソルトの人間が言ってるビートフィネスはね、もう次元が全く違います。全く違う。なぜ？バスでいうベイトフィネスは、こんなでっかいワームを、ね、オフセットフックだけ、つまりノーシンカーで使うんです。ノーシンカーで投げられるのをベイトフィネスって言ってるわけ。普通はスピニングじゃないと投げられない。ベイトで投げたらウエイトがないと、軽いものだったらバックラッシュしちゃうから、軽いものでも投げられるように、って作られたのがベイトフィネスなんだけど、それでもバスフィッシングで言ってるところのベイトフィネスってワームが単体で平気で5グラムとか8グラムとかあるわけですよ、うん、ね。ところがライトソルトの人間が言うベイトフィネスっていうのはワームがまず軽いよね。
ちょっと測ってみようかね。これが、はい、言った通りです。これ5グラムです。で、普通にアジングメバリングでね、使用するワーム何グラムか、アンダー2桁まで測れるものにやると 0.5 グラムです。5グラムと 0.5 グラム、 0.5 グラムで、これで何グラムのジュゲート刺すのっつったらね、アジングだと軽いとこで 0.5 グラムとなると合計で1グラムしかないわけで、メバリングだったらまあ 1.5 グラムか2グラムのジュゲート刺すから、それでも合計で 2.5 か3グラムしかないわけね。それを一括りに、ベイトフィネスという呼ばれるリール、すべてでキャストできるかって言ったらできないですよ。これ現実だからね。そこ理解しておいてくださいね。で、ベイトフィネスってのはキャストにちょっとした技術がいって、普通のそのね、8グラム、10グラム、1オンス、28グラム投げれるようなリールと、フィネスリールは全然違いますよね、考え方が。例えば、これが僕がサワラとかね、ブリ釣るときの、で、キャスティングで釣るときの理由です。で、こっちが、ソルトの、僕らが言うところのベイトフィネス用の機種なんです。で、ベイトフィネスだったら、いろんなメーカーはベイトフィネスって出してますけど、全部一緒かって言ったら全然違うんです。まずね、知ってほしいのは、このスプールの直径で、そこら辺の大きな差が出てきます。で、ダイマーさんの場合は、これね、アルファスやこうね、28ミリしかないんです。でも、普通バス用の、とか、こういうソルト用のやつはね、径が、34とかあるの。じゃあ、28、34とか36とかいう、径が大きいスプール。で、僕らが2グラムとか3グラム投げようとすると、やっぱりね、28とか、まあ、大きくても32パイぐらいのものが理想的だし、28を32、34にすれば当然スプールが重たくなって慣性がつきすぎてバックラッシュしちゃうから、径は32欲しいんだけど、スプールの重量自体をもっと軽く作ろうっつったら、まあ、アルミの素材のね、ちょっと違うものを使ったり、いっぱい穴開けてね、肉抜きして軽くするとかね、いろんな手法を使うわけです。それとブレーキの考え方、ブレーキの仕組みをいろいろ考えて、その軽い2グラムとかが投げられるように、一生懸命この数年間、ね、メーカーさん考えられて、特にダイワさんはそういう僕たちの意見をね、吸い上げてくれて、僕が推奨するこのアルファセアってのはね、もうまさしくソルトのライトゲームの信用に作られてるんです。だから軽いとこが投げられるんです。3グラム、2グラム。で、さらにね、月下美人エアーっていうのが出たのね。これは、月下美人エアーも完全にアジングに特化して作ってる。だから1グラムが投げれますよっていう設定。で、アルファスエアーでもね、上手な人は1グラム投げます、普通に。だけど、どっちがより投げやすいかしたら、明らかに月下美人エアーの方が1グラム投げやすい。ただ、1グラムを投げられるように作ってあるスプールで、今度は4とか5とか7グラム投げようとすると、糸巻き量が全然浅溝で足りなかったりね、逆に距離が伸びなかったりっていうね、またそれはそれで、そっちがスポイルされていくっていうのがあってね、いろいろ難しい面があるんですよ。だから、そのベイトリールを何に合わせますかって質問されると、もうとてつもない難しい話。何に合わせるかって言ったら、どの竿に合わせるかだよね。そうじゃないんですよ。ソルトのベイトフィネスを考えるときは、一体何グラムを投げる気なのから考えないとダメです。もう2グラム以下しか投げないんだったら、今四半期の選択肢だと月下美人エアぐらいしかないんです、実際は。いやいや、2グラム以下ってほとんど使えませんと。僕はライトソルトでもライトロックが好きなんです。ライトロックってカサゴだとかコハダとかさ、まあそうね、チニングも入るし、ね、つまり、ライトソルトで言うと、アジングだけがちょっと別格なとこがあるの。使うウェイトが。1グラム切るの投げちゃうから。でも、
アジングどけたら、ほとんどないよね。1グラム以下使うこと。っていうか、2グラム以下を使うことが少なくない？僕少ないけどね。アジングを除いたら、ほとんど2グラム以上です。ライトソルトと言われている釣りが、ガーッと10種類ぐらいあったとします。2グラム以下を使うのって、ほぼアジングだけなんだよ。ね。ライトソルトの10%がアジングなんです。だから90%は2グラムから15グラムぐらいを投げるんです。ライトソルトというゲームは。そこにベイトリールを当てはめるときに2グラム以下、下手すれば1グラム以下を投げられる理由が必要です。でも僕みたいに2グラムから10グラムぐらいがだいたい、僕らがやってるライトゲームで一番使用頻度が激しいですよっていうところには、こういうアルファスエアとかね、今すぐ出せるかな。まあこれは僕は個人的に、まあ、スプールもこう地球さんがチューンしてくれたスプールが入ってるんで、1グラム僕投げることないんですけど、2グラムぐらいを投げる可能性が多い時はこの地球スプールを入れたアルファセイヤ持ってきます。ところがもうほとんど2グラムなんて使わねえよと、一番下がでも4とか5グラムあるよっていう時は、まあ僕がこういうの使う時にスティーズの CT、 こっちが CT、 こっちがアルファセイヤ。で、はい、これはもうブレーキのシステムとスプールがちょっと違うと思ってください。こういうふうにね、現状ではそのベイトフィネスっていうのは E 空2も設問があるって、横にも縦にも設問があるんです。だからそこをしっかり勉強して踏まえないと、どの竿にどのリールをつけるかという答えが出てこないわけだって。何グラムを使うのか自分で分かってないようじゃダメなんです。だからこれだって、スティーズ CT だってフィネス機なんですよ。じゃあこれで2グラム1グラム投げれるかしたらね、はっきり言って厳しい。で、そもそも糸巻き量が違う。これは僕は、下が3グラムで、上が15グラムぐらい投げるセッティングにしてあるので、糸巻き量がね、100メーター巻いてるんですよ。でも、こっちは2グラムから、7グラム、まず結ばない。2から5、6ぐらいまでしか投げないので、こっちはね、70メーターしか巻いてないんです。で、これがアジングやるときは、このリールを使う場合でもね、50メーターしか巻きません。糸を巻けば巻くほど軽いものが投げられないの。バックラッシュしちゃう。そこも含めて、ベイトフィネスリールはなんと、どれにどんなリールを合わせてどうしますかっていうのは、糸巻き量から何から全てが関わってくる問題なので、それがね、もう少しこう理解できるようにならないと、機種選びすらちょっと難しいよっていうところが、まあ、残念ながら、こうね、ベイトフィネスのね、難易度の高いところですね。皆さんが釣る魚種や釣り方によると思いますが、ロッドバランスが決まったと思えるバランスとは、リールつけた時のどこですか？ これは水路さん、皆さんに投げかけてるんでしょうけど、釣り方で違うんだ。だから、竿を縦構えで使いたい時に必要なロッドバランスと、竿を下げてプラグやなんかとジャーキングなんかをやる時とでは、もう全く竿のバランスは変わってくるので、どっちがいいかはね。だからそこを理解した上で竿のバランスを聞かないと、全く話がおかしなことになるでしょ。で、ね、だからアジングならアジングの世界で、しかもそのジグヘッド単体の1グラム、上が1グラム、下が0.5グラムの競技の世界で、ロッドのバランスがどこが一番いいですかって聞くのが正解なんだよ。でも、セイフロさんのこの質問だと、全体的な聞き方になっちゃったのか、返事のしようがない。僕でもね。はい。末広さん続いて聞いてきてるね。基本的な質問ですいません。ロッドバランスで持ち重りそんなに大事ですか？これさっき僕が説明したのを聞いてもらってたと思いますので、同じことは言いませんが、竿を下げて使うとき、縦で使うときでロッドバランス、持ち重り、めちゃくちゃ変わります。あ、ついでにね、面白い話を。
田辺紀夫さんっていうね、有名なバスアングラーさんいます。僕も大好きな方です。日本にパターンフィッシングという概念をね、初めて日本で紹介したのが田辺紀夫さんだと言っていいくらいです。で、あの方は当時ね、ゲイリー・ルーミスが運営していた G ・ルーミスという会社の講談社の竿が大好きでした。で、田辺紀夫さん自分でブランドを起こしました。だから、ブランクは G ・ルーミス使いました。ところが G ・ルーミスの講談社ブランクは軽くて、張りがあって軽くて強い。で、それでスピナーベイトとかクランクをやると竿が反発続いて弾きすぎる。で、軽すぎて使いにくい。で、田辺紀夫さんはクランキングロッドやスピナーベイトロッドは何を求めたかと、こういう使い方しないのよ。バーン投げたら下げてこうやってんだから。クランキングなんか完全に下げてぐり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 巻くんだからね。で、スピナーベイトもほぼそれに近いからね。バーン投げてこう水平ぐらいかちょっとティップ下げた形。この時の竿のバランスと、ダウンショットなんかでこう、あるいは下げてこう、上でこうやる。もう全部竿のバランス、どれが良いか悪いかは、長方で変わるということをね、頭に入れてください。で、田辺紀夫さんは、ジルミスの、ちょっとの高弾性のカーボンにわざわざ色塗って重たくして、それでも足りないから、ガイドサイズを2ランクぐらい上げて、しかもチタンのガイド軽すぎるからスチールガイドにして、わざわざ重たくして下げて使ったっていうぐらい、何をやるのかと竿のバランスっていうのはね、ものすごく重要なファクトになりますからね。そこを考える一つのね、きっかけに今日はなってもらえればなと思います。坂本さん、レオンさんは完璧自分が納得するロットで販売するのか、万人が使いやすいロットを作るのか、どっちですか？両方作ります。例えば、サビアなんていうのは、僕がというより万人が使いやすいように作ったつもりです。で、サビオの方は、あれは特殊な使い方をするわけですよ。あの段階で、5年前の段階で、1グラムをバックラッシュさせずに快適に投げるためには、あの79っていうレングスが必要でした。でも、じゃああの段階で、各リールメーカーさんが出してるリールで、1グラムが本当に快適に投げれたのかって言ったら、投げれないですよ、ほとんどの人が。だから、サビオで、あの段階よ。もう5年経ってるからね。今違うからね。万人受けするか、万人がちゃんと使えるかって言ったら、サビオという竿は、万人向けじゃないですよね。そもそも1グラムをベイトでキャストすること自体が、1グラムどころか、万人ってことになると、ベイトを投げたことのない人のほとんどが投げれませんよね。バックラッシュしちゃうから。だから、差を作る側の理論で言うと、今僕に対する質問でしょうが、両方作らざるを得ない。作りますよ。誰でも、あまり難しく考えなくても使える差をもリリースしたいし、ガーッとこう突き詰めて、とんがった使い方をする差をも、当然作りたくなります。それは用途次第、ターゲット次第でもあるんでね。両方やるというふうに頭に入れておいてもらったら助かります。ノット向けを考えると、ガイド系は大きい方が有利だと思うんですが、小系のガイドの方がバランス取れるから、そっちの方が重要なんでしょうか。小系ガイドの方がバランスが取れるじゃなくて、別に大きいガイドでもバランス取れいいだけじゃないですか。GT するような、こんなでっかいガイドがついてたら、ね、カウンターバランスを重くすればいいだけのことです。で、そもそも、あんなでっかい魚釣る人は、竿の重量なんか気にしないんで。250グラムもあんのかって、250グラム軽いでしょって話。別に300、400グラムあってもいいよっていう人たちもたくさんいるんです。シーバスロットの10フィートとか12フィートとかね、重たいですよ。で、使う PE もね、最低で2号とかね。1メーターシーバス狙って人たちなんかそうでしょ。赤目なんかでもそうでしょ。こんなでっかいガイド使うんですね、赤目釣る。でもガイドばっかりが重たいと、ガバッと前が重たいから、後ろにバランス入れてちょうどいい感じにするだけで、どっちがいい悪いじゃないです。小径ガイドがいいとか、大口径ガイドがいいとか、そういう問題じゃないです。 使う糸と使うウエイトと釣り方ですよ。縦構えで使うのか、下げ構えで使うものなのか。だから、ミノーイングするときには、
後ろバランスが勝って竿が前が軽い竿はね使いにくい。で使えないわけじゃない。無理やり下げて使えばいいだけだ。でもミノーイングするときには縦構えの竿よりもあくまでもこうスイッチかけながら、ジャックかけながら巻く釣りに見合ったバランスっていうのがあるわけ。その時に使う糸と、リーダーの太さでガイドの大きさっていうのは決まってくるわけなんで、バランスのためにガイドをつけてるわけじゃないです。ね。バランスのためにガイドの大きさ決めるわけじゃないです。使うラインのためです。海坊主さん、総重量より持った感覚ですね。そっちの方が僕は大事だと思ってる。総重量の問題じゃないです。M さん、サビアでワラサ釣った時に、最初のガイドまでにラインがブランクスに触れてしまって、この間にガイド一つ欲しいなと思ってた。ガイドが見直されてるなら欲しいな。プロフォンドはガイド数多いから、で、ガイドが下向きになってるから、全然大丈夫ですよ。結局、ベイトリールの場合は、ガイドが上向いてるよね、普通。これはね、プロの間でもね、ものすごくよくある話なんで、覚えといて。プロでも、セミプロでも、アマチュアでも、みんな同じ話がよく出るの。ベイトリールのガイドって、ほとんどが上向いてて、スピニングのように下向いてることはないよね。で、上向いてると、竿が曲がった時に、ね、このガイド間の間に、糸がブランク擦れちゃうと。ブランクは曲がってんだけど、糸がまっすぐだから、このガイドとのガイドの間に糸が下がっちゃって、ブランクを擦っちゃうっていうことだよね。これ擦らないようにするためには、この倍ガイドつけてもね、擦っちゃうよ。だから、多少ガイドが多いっていうのは、多くしてもね、解決つかない。だって、これ、ノーマルサビアが6個。で、プロフォンドが8個で多いから、じゃあ、擦らないのかっつったら、サビアのような細いティップでさ、大きなのかかって、竿を立て現して曲げちゃったら、まあ、こんなに曲がるわけだから、どうやったって擦るでしょ、これ。言ってる意味わかるよね。倍やっても当たっちゃうよ、下手すると。さすがに倍やると当たんねえかな、この間にもう1個ずつ、ずーっとあったら。でも、とてつもないガイド一発つくことになるよね。だ、竿の値段もえらい高くなるよね。しかも重たくなるよね。だから、それが嫌な人は、ベイトの場合は、ガイドが下に来るスパイラルガイドを買った方がいいです。でも、世の中、ベイトリールでスパイラルガイドがほとんどない理由も考えて。ベイトリール、リールが上についてます。だからガイドも上についてます。絶対的にキャストするときに、キャスタビリティとか、アキュラシー考えたら、ガイドが上にある方が正解なんです。でも、竿を曲げた時に擦っちゃうじゃん。って言われるわけですよ。すごい乱暴な言い方するけど、ごめんね。擦ったがどうしたっていう話ですよ。世界中のルアーマンが、ベイトロットで魚かけて、竿をぶち曲げて、ラインはここ擦ってるわけ。だから何？って思ってる、みんな。別に糸が痛むわけでもないんで、あそこにちょっと当たったぐらいじゃ、そんなことにならないです。気になりだしたら、まあ、気になるからね。僕なんか全然気にならないよ、あそこ当たってても。一旦気にならなくなったら、本当、だから何っていう世界だし、じゃあ、その PE ラインなり、フルールなり、ナイロンが曲がって、こうブランクにちょっと当たってるところで痛むかしたらね、ガイドがしっかり受け止めてるから、ほとんどそこはね、問題になるレベルじゃないということですよ。僕が言ってんじゃないか。世界中のベイトロッドを見て、スパイラルガイドに下向きついてるなんて、ほとんどオフショアロッドしかないからね。おかっぱりのキャスティングロッドで、スパイラルでガイド下向きなんてほとんどないので、ね、そこをちょっと理解するのがいいかなっていう気がしますね。坂本さん。僕もノットの抜けを考えると、トップガイドは今みたいな極小にする必要があるんだろうかと考えています。先生の考えをお聞かせください。うちの竿のことを言っておられるのか、よその竿のことを言っておられるのかわかんないんですけど、基本的にうちの竿で普通のキャスティングロッドは、
トップガイドは2番目のガイドより大きいですよ、普通に。トップガイドの考え方と、2番手のガイドの考え方は違いますからね。だから、メーカーさんによってはまた違う考えがあって、ここはずっと同じサイズですね。で、トップもこのちっちゃいガイドにしてるかどうかです。それはまた何か理由があるのかもしれないけど、僕はトップガイドは必ずこの2番3番よりも大きくしてます。はい。ただ釣り物によるでしょって話、あと投げ方によるでしょ。こっちのプロフォンドはあまりキャストすること考えてないんで、トップガイドちっちゃいんですよ、これだけ番手が。こんなに違う、これ二回り違うからね。2サイズ違います。こっちは投げないから、投げるからね。あと使う糸の太さで変わるって何回も言ってますけどね。はい。だからトップガイドが一番ちっちゃいわけじゃないので、どの竿のこと言っとられるか分かんないけど、もし自分がね、ご自分がトップガイドの小さいものを持っておられたら、トップと次の2番手とどっちが大きいか小さいかをね、まず見てください。うん。で、それがトップガイドも2番目も同じサイズを使ってるとしたら、そのメーカーさんには何か理由があるんです。もう細い糸専用だから、トップガイドを大きくする必要がないという考え方もあるし、もしくは PE 使わないんだと。もうエステルの 0.35 以下しか使わないロッドですったら話はわかるでしょ。トップガイドを大きくする理由どこでもなくなるよね。そういうことだと思いますよ。だから竿全般の話してるんじゃないからね。ジャンルで全然変わるよっていうことなので。ニュージーランドさん、77コンベ 170g、81SF86g で、メタルジグ 20g を昭和マダイで使用しますが、竿重量2倍のコンベが断然軽く感じてつけ、面白いね、これ、ニュージーランドさん。コンベが 170g で、どこの竿か知らないけど、81SF が 86g？ 倍じゃん。86g と 170g の差を持ってるんだって、ニュージーランドマダイさんがね。だけど持った感じは 86g よりも重く感じるっていうから、作られ方が全く違うということ。じゃあその 86g の差が全然設計ミスで間違ってるのかって言ったら、そうじゃないってことです。使用目的が違うんですよ。フロントヘビン作ったんですよ、あえて。それはだから下げて、ね、ツイッチするとかジャークさすとかね、そっちの目的で作ってる可能性がある。そもそもグリスタンドの思想っていうのは、腰ぐらいまでウェーディングしたところで、キャストして肘上げて、こう、キャストがしやすいということと、こういう使い方をするために、バランスで作ってあるから、のがグリスタンドの特徴なので、その延長線上にね、コンベのバランス作り方が出来上がってるんです。ムームーンさん、アジングもバスタックルみたいに何通りもタックルが必要な時代になるかも。まあフィールド次第だよね。フィールド次第だけど、バスってほら、閉鎖水域の中でモードがガンガン変わる、サイズも変わっていく。まあ、サイズよりも何より、その狙ってるバスのその捕食モードが、ベイトやその住んでる場所に合わせてどんどん変わっていくから、それを取るためにどうしても10本とか十何本とかね、ブッシュにぶち込む竿と、ちっちゃいリグをふわふわ漂わせるものと、クランクゴリゴリ巻くのとで全く別の竿がいるからね。アジングはそもそもジグヘッドばっかりでやるんだから、たくさん必要ないですよ。あるとすれば大きなアジを釣るのか小さいのかって、それだけのこと。なので、そうね、僕がアジングで考えるなら2種類でいいんじゃない？豆アジ用とレギュラーアジ用と。で、ギガアジとかテラアジ釣るときはアジングロッドである必要ないんだ。ギガアジ、テラアジだったら、一番ライトなシーバスロッドとかさ、
軽いジギングロッド、昭和ジギロッドとかでいいわけよ。だってアジが50センチとかあるわけだから。シーバスロッドの振りやすいやつ使えばいいわけ。そこに感度とか軽さとか関係ない。50とかの味釣ろうと思ったら。ほとんど関係ない。坂本さん、先調子より同調子ロッドの方が飛距離出ますよね。もうごくごく、物理の、ね、物理法則のね、もうごく当たり前ですよね。先っぽしか曲がらない竿。で、あとパツーンと張るなら竿だと、振った勢いで投げるしかないんだけど、同調子、つまり全体が均一にしなやかに曲がる竿は、この竿が曲がって戻ってくる反動で投げれるので、ただ腕を強く振るのよりも逆にスピードがつくから遠くへ飛ぶ。だから基本的なアジングロッドなんて、その円筒を考えた作りにはほとんどなってないよね。軽いものをいかに繊細に扱って、当たりをたくさん取ってかけるかっていうところに特化させてるので、竿がしなって遠くに飛ばすってところはあえてスポイルさせてるのがね、基本的なアジングタックルの傾向にあるのは間違いないですね。ユータウンさん、セーラーを磯でも堤防でもテトラでも野池でも使い込んで、たくさんの命、魚を釣り込んだおかげで、ここはサビアだ、ここはローアだな、ここはスピニングいいなと気づけるようになりました。わあ、いいですね。なんか、そう気づけるようになると、いろんなことが楽しくなるよね。だけど、セーラーでキジハタ42センチ、シーワス80、チヌ50と、どこでもキャッチできて、こその竿のポテンシャルに驚きは止まりません。まあ、セーラーなんてね、5.2フィートのセーラーで、まあ、小さいリグでもある程度扱える竿なのに、キジハタの40オーバー、シーバス80、チヌ50が取れちゃうよってな、最初からそこ狙ってるから、僕が。普通ね、5.2フィートのあの手のベイトロットを見ると、皆さんがイメージするのはね、渓流ロットかなと思っちゃうわけ。トラウトロットかなと思う。トラウトロットをあんなに強く作ると、今度は20センチとか25センチのヤマメイワナアマゴ釣るのが楽しくないよね。楽しくない。それは正直楽しくない。だってそんな強い魚じゃないもん。まだ25センチのカサゴの方がだいぶ強いからね。で、根に潜るし。25センチのカサゴが流れの強いところの岩だらけのところでガーッと最初に潜るパワーって、やっぱセーラーぐらいの、張りとバットパワーがないと止めれない。これが30を超えると潜られて切られてなんてことがしょっちゅうあるから、どうしても最低限パワーが必要だし、そもそも港湾部のライトゲームをやってる僕たちがあの手の釣りをしてて何がヒットするって言ったら、ユータウンさんが言う通りよ。ランカーシーバスも食ってくるしね、年なしのチヌ、年なしのチヌ食ってくるし、いろんなもの釣れるよね。いろんなものが釣れるから、僕が作る、ライトソルトのロッドって基本的にそういう作りになってんの、昔から。68ストレンジしかり、74エレクトロ、83ディープ、それからもっと上の竿も、何回もかかるから、それを取りたくて、例えば P スペシャルのね、85ペスペ、93ペスペ。で、インクスになってから最初に作ったのが、ハミージャーミーとピーテスラ。これらは全部、港湾部でやってたら当たり前にヒットする、ね、平鈴木の70とかさ、平鈴木の50なんてのは結構エリアによっちゃしょっちゅう食うからね。で、ちょっといい場所行くと70、80まで食ってきちゃうし、丸鈴木なんてのはもう広島市内でも下手すると80なんて、僕は90ぐらいまでかけてるし、ストレンジで92センチも取ったことあるし。それをかけた時に切られるのが嫌だし、かけたら姿見たいとか撮りたいっていう欲が僕にあるわけですよ。だからそっちを重視する。じゃあ、軽いものの感度とか、しっかりその当たりを取ってっていうところは多少スポイルさせても僕は構わないです。だって豆アジの当たりが取れない竿なんてない。取れるんです。ただ専用に作るとさらに感度が増幅されて楽しさが増すよね。で、そういう竿を使って、そういう釣りを熱心にこうやり込む人は、チヌがかかろうが、キジハタがかかろうが、論外なわけね。だからそこは捨ててるのよ、最初から。その捨てる勇気がある人は、ここをめちゃくちゃ楽しいけど、僕は捨てないタイプなので、これ全部取りたいという欲の方が僕は強いってことです。
それがセーラによく現れている。ミキさん、プロットのミドルゲームロットについてお話し聞きたいです。ですね、ミドルゲームって、ルアーウェイトとか、釣るターゲットとか、ミドルゲームが通用するエリアの概念でまずお話しすると、沖縄から北海道までですね、エリアだったら。で、釣れる魚は沖縄だったらミーバイ、北海道だったらアイナメからクロソエ。までは僕は全部ミドルゲームだと思ってるんですよ。そもそもライトゲームってどこからどこまでを言ってたかっつったら、1オンスまでライトゲームだったの、昔は。1オンスって28グラムのルアーウェイトが。28グラムを使うところまでライトゲームだったの、昔は。でも、今さ、ライトゲームしてますって、ルアーって、28グラムですって言ったら、変な人って思われるよね。これはなぜかっつったら、ライトゲームがアジングに寄っちゃったから。アジングの台頭のせいで、使うルアーがもう1グラムとかになったわけ。だから、もうこれしょうがないよね。時代性なんで。だから、じゃあもうそれはそれでいいから、ミドルゲームという枠を作りましょうっていうのが僕の考え方なわけ。そうすると、ライトゲームで1オンスまでだから、ミドルゲームはじゃあどれぐらいって言ったら、僕の考えよ。5グラムから45グラムぐらい、ね。ミドルゲームっていうのは。そうすると、同じ竿で5グラムから45グラムまでやれる竿も欲しい。でもさすがにそれじゃあ、例えばうちのユースケなんかがやってるように、瀬戸内のナイトマダイ、キジハタメインのミドルゲームやるときは、まずリグ何使うかしたら、重たくても10グラムのジグヘッドなんだよ。重たくて15グラムまでなんだよ。でもほとんどは7グラムか10グラムで済ませる釣りなのね。そこに2インチか2.8インチぐらいのワームさせて、投げて、ボトム取って、そしてふわっと浮かしてドリフト。で、着底、ふわっと浮かして、だん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 こっちへこう寄せてきたり、流したりするんだけど、そこで流れの中で出にくい当たりコツンと来たのを捉えてパシッとかけるのが、ユースケたちがやってる瀬戸内でのマダイ、キジハタをメインとしたナイトゲーム。これが最初にミドルゲームって名前ついたんだけど、そこで必要な竿っていうのは、まず5グラムから10グラムのジグヘッドを4、50メーター投げた先の水深10メーター、深いところで20メーターの流れる潮の中でボトムをまず感知したい。となると、ティップの繊細さが必要なんだ。まず、それが感じ取れるかどうか。で、次は、感じ取れたらちゃんと操作したいね。ちゃんと操作できるティップがあるのか。で、ガツンと来たら、キジハタでも大きいときは50センチあるよね。マダイなら大きいとき80センチあるよね。じゃあ、その大きな魚をどれだけ受け止めて、見なしができて、やり取りができて、足元まで寄せてキャッチできるか。そのギリの線を考えなきゃいけないよね。でも、80センチのマダイや50センチのキジハタがヒットする。まあ、50センチのキジハタはそこそこ可能性があったとしても、55センチのキジハタになると、まあ、まずない。そうなると、その瀬戸内用のミドルゲームロットに何を求めるかっつったら、まあ、キジハタで40センチまで取れればいいか。あとは、まあまあ、お手手次第よってとこだよね。で、マダイも、まあ5、60センチまでだと。あと78が来たら、まあ腕次第だよね。だから、パワーレシオであるとか、ティップの細さであるとかは、ちょっと手前に集約させたところで竿を作っていくっていうのが一つのスタイル。でも僕みたいに沖縄行ってミドルゲームやりますよ。で、僕が担当してるのは88の方なんだけど、これさ、沖縄とか鹿児島とかあっちの方の掟に行くと、まずタッパがあるよね。そうすると、77じゃ短すぎて、魚かけても下に岩があったりしたら取り込むのは大変だから、88あればどこでも北海道の、港湾部から沖縄に至るまで、あとは中部でも関東でもどこでもいいよ。あるよ。9フィート近い竿が必要なことが。あるから僕はペスペの9385を作ったわけなんで。物厚みがあって、その向こうまで魚にしてこう抜き上げたい時とかさ、あるよね。だから僕が、目してるのは、ユースケが担当してる77じゃない、幅の広い大きいのまでを視野に入れて、いろんなロケーションでも釣りになるよというのが僕の担当の88で、もう特化させた、ね、
広島スタイルに特化させた方が、ユースケ担当の7年。とりあえずこれくらいで。井上弘樹さん、レオンさん、こんばんは。先日、ディープタイラバにガリンペーロを持って行き、ディープタイラバでガリンペーロ。ちょっと差ごつすぎない？ 150グラム、150グラム、あ、150グラムのヘッドのタイラバってことは、本当、錦江湾とかあんな深いところですね、これはね。60センチのタイを釣ることができました。実釣時間6時間ぐらいでしたが、ロッドを持ってる中指と薬指の間がかなり痛くなってきました。持ち方悪いんだと思います。これはしょうがない。これはしょうがない。普通のガリンペイロってこれよりちょっと長いくらいなのね。4センチぐらい。そうすると、肘で支えてるから、どうしたって負担が手のひらに来るわけ。でも、本当はこれ、タイラバ用に作ったサビアです。タイラバ用のサビア。で、ファイト、下ろして膜を繰り返すとき、どこにあるか、ここなんだよ。僕にはこれ長すぎるぐらい。でも僕より体の大きい人だったら、これぐらい長さあってもいいかなと。全然疲れないんだよ。だってこうやってるだけだから。ほら。乗っけてるだけ。で、魚かかっても、ハンドル巻く手の方には、魚の重さに力が入るけど、右手は、握らなくてもいいね。こう、支えてればいいんだから。おーって。こんなことになってなくてもいいわけです。ね。だけど、一番ショートグリップの TC で、でっかいのかけたら、ここまでしかね、肘やってかね。そうすると、こうも、こうできないよね。なかなか。ね、こうやっても、こう来たらこれが跳ね上がっちゃうよね。だからここ入れようとするよね。ここ入れて支えてこうやろうとすると、必然的にこれ握り込まないといけないよね。だから疲れるんですよ。ここ疲れちゃうんですよ。あの巻くときも。だから、ガリンペイロって僕は何を考えて、あの、このグリップの長さを作ってるかって言ったら、おかっぱりでも邪魔にならない長さなんだけど、オフショアでね、あなたが言われてるような釣りをするときに、無理やり挟める長さなのよ、ギリ。なので、それをこうやって使ってる可能性があるよね、こうとか。ガリンペイロこんだけ肘先ぐらいまで来るぐらいのグリップの長さがあるので、挟んでください、無理やり。で、ファイトするときも、これぐらいでいいんだよ、こう手が。こうするから疲れる。で、ここ押さえてね。まあ、まだいい。だから、そんなにごっついリールはいらないんだけど、ね、今、フィネ付きでやる人も増えてるよ、タイラバって。でもまあ、ディープタイラバなんで、まあ、ある程度のパワーハンドルがついたね。いくらコンパクトリールでも、ね、あの、普通サイズのリールの方がいいかな、ぐらいなんだけど。かけたら、脇に、これサビオだって挟もうと思えば挟めるんだよね。挟んじゃうと、こう軽く持ってるだけですよ、右手は。竿が、ぐーぐーっと下がるのを下から支えてればいいだけ。で、こう、リフトするときに、左手を使う。こう、ハンドルで持ち上げる。で、右手もこう上げるんだけど、これを右手だけでやると、で、しかも、脇挟みしてないと、肘当てしてこうやると、右手に8割9割の力が入れて、左手はこう、こうやってハンドル巻くだけだよね。だから右手が疲れる。なので、サビアでそれ挟めるんだから、ガリンペイロ挟めます。で、右手を受けに使って、力の入れ方は 50%。で、左手は回すときはそんな力入れないけど、リフトするときに左手も手伝ってあげたら、右左を50、50ぐらいの力の配分でやると、疲れないはず。そういう工夫をしてみてください。で、拓也さん、83ディープのようなテイストのベイトロッドを作るのは難しいでしょうか？どういうことだろうな？83ディープのようなテイスト。
先日、薪の釣りで反応が悪かったのにボトムワインドしたいしていたのですが、10メートルほどぬるっと走られて、ねね潜られて魚が取れませんでした。釣り場はテトラ体、30メートルほど先のブレイクラインには根があるポイント。タックルはティクトの8.6フィートのイソメバルロッドにリアルデステックスの04。去年同じ場所で34センチのキチハタ上げてます。このタックルは20の頭も遊べて、不意のものにも対応できて気に入ってます。今回の魚は去年釣ったキチハタより明らかにそれ以上です。このクラスの魚はリールのトルクを生かして遠投ができる8フィート台のロングロッドで、20グラム程度のリグを投げれて、ティップは繊細でボトムワイドもできるベイトロッドが必要と感じました。そのようなロッドおそらくありません。俺はね、ロケーションがね、立ってる足と海面の高さのこのギャップがちょっと今一つね、現場のことが僕にはわからないです。で、足元と根まだのここの海底のアンジュレーションもわかんないです。でもね、一つ言えるのは、遠くでかけた根魚は、どんなに長い竿を使おうが、どんなに強い糸を使おうが、取れないことが多い。だって、ライン角度がこう入ってるんだから。でもその間にこう、ブレイクがあったら、高確率で取れない。ただ、糸をめちゃくちゃ太くして強くすれば、竿さえ強ければ強引にこうやってるうちに、ぐーっと穴から出てきて、うわー巻いてるうちに、またこの斜面でガガガーってね、また穴があったらこうガーン張り付かれて、またドンと動かくなる。随分昔の話なんだけど、磯釣りの友達がいて、おい、かく磯行くぞーって、その人たちはカゴ釣りでヒラマサと、イサキ狙ってんだね。まず朝一、暗いうちからやって、イサキをババーッと釣って、その後すぐヒラマサが回ってくる時間帯になったらヒラマサに切り替えてって釣りするわけ。で、僕、そんななかなかたくさん釣れないヒラマサ飽きて、磯竿にメタルジグ結んで投げるわけ。50グラムのね、磯からね。大きい磯よ。で、ドーンと沈んで、で、ボトムこうやってったら、ゴーンとくったら、ドーンとかけて、ヒラマサ釣るタックルだね。ヒラマサ用の磯竿で 50グラム無理やり投げてる。で、あー来た、あ、これ結構いい寝魚やと。これ多分アコウだろうけど、そこそこでかいぞ、つって。寄せたらもうゴーンと動かなって、うわー潜られたよって、こうやって、グググ、あ、よし、出た出たって、ガーッと、よーし、って、今度はもう一回潜られてるから必死で巻くよね。竿を下ろさないようにして、ガガガガ、もうゴクンとなるんだよ。だってそりゃそうだよね。斜面をこう、遠く投げてるじゃん。斜面をこう、釣ってくるわけじゃん。この80メーターぐらいある距離とか、50メーターぐらいの距離とか、その間に逃げ込むとこいっぱいあるよね。これを、竿の長さでカバーは無理です。角度変わんないもん、糸の角度。近くだったら、ショートロッドだとこういう角度、ロングロッドだとこういう角度になるから、明らかに根魚を浮かせやすいんだけど、遠くだったらもう変わんないよね。こんなにライン角度出ちゃうので。だからそこはね、竿で同行するよりも、まず、強い糸を使うってことが大事だと思いますよ。強い糸を使って、もう根魚の大きいの釣るつもりだったら、これは地球さんも僕も同じ意見なんだけど、30センチくらいのカサゴがよくいる場所、例えば横浜のガラガラーとしたところへ、30オーバーのカサゴをよく釣れるからってそこ狙いに行くんだけど、毎年行ってたんだけど、P15 なんですね。P15 でね、リーダーがフロロの4号です。で、例えばサビアとか、で、釣るんだけど、サビアだと、竿が曲がって、ズバーッと潜られちゃうので、ガリンペルでやってました。で、何するかしたら、ドラグフルロック。もうとにかく、ゴーンとかかったらもう、顔をゴーンとこっち向けといて、顔をこっち向けれるかどうかは、竿のパワーの問題。ヒュッと曲がる竿だと、ゴン、バーンやった時に、魚が顔を向こう向けるれるよね。向こう向かれたら魚って強いんだよね。そうじゃなくて、食ったゴーンって魚がゴーンとなって、一切向こうに行けないような竿の強さとか、
を持った竿を使って、なおかつドラゴンフルロックしとけば、魚は反対向こうとしても、ここね、90度ぐらいしか横向けない。そしたらキャッチできるわけ。で、切られない 強さの糸を使って、フルドラグでっていうのが、そういうね、時たま来るあの大きな根魚を取る最大のコツなので、竿よりもそっちの方が、まあ、竿の強さは一定量必要なんだけど、ティップが繊細な竿でそれやろうったって無理です。もう、そこはね、諦めるしかない。で、その手の魚、ティップ繊細にする必要が全くないと。僕なんかはそれを取りたくて、ガリンペイロっていうのを作ってるわけですよ。取れるもん。オーモンハタ、何匹も取ってます、ガリンペイロ。その代わりフルドラグだよ、根で釣るとき。中層で釣るときはドラグがある程度出るようにしてるけど、そっちの方が肝心だ。で、そう、根魚の大きいのを取るときは、もうティップの繊細さは忘れてください。捨ててください。両立は無理です。坂本さん、ライトソルトでベイトを使うのは、近距離でのキャストで手返しよく使うためですか？スピニングでも、ある程度手返しよく釣れると思うんですが、どうでしょうか？手返しの質が違うと思って。僕なんかベイトタコ対応するのは、例えばね、堤防から投げます。で、巻きます。で、また沈めたい時にクラッと切ればいい。で、着いた瞬間に巻けるでしょ。切る、落とす。着手ってやるでしょ。これがスピニングだと非常にやりにくい。その手返しは圧倒的です、ベイトの方が。ね。あと、巻かない時でも、投げる、ボトムへつく。ね。ボトムへついた時に、いい？ 投げる前に、クラッチ来てスポール押さえるよね。で、ピシャーっと投げて、そこへついた時に、クラッチ戻さないことがある。スプールさん。これで、スッと持ち上げて、また下ろす。そうすると、ここにリグが乗っかってて、持ち上げて、こうやって下ろしたときには、こっちの深い方に降りるときは、もう糸が足りないんだよね。そのときには離せば出てくるんだよ、くるくるくる。で、これパッと止まったときが、次の深いところに落ちたとき。というふうに。で、逆に、切ったままこうやってて、浅くなった場合にスピニングだとこうやらないと負けないよね。でもベイトの場合は、糸が出ますけど、僕は右利きの右投げなんだけど、ジュース飲みながらとか、タバコ吸いながらとか、あるいはポケットってとかに、こっちでこう。ここで叩いて、スラック取るぐらい負けちゃうわけ。これで。こういうふうにね。で、そのスピニングじゃできない、こういう細かい手返しの良さっていうのは、あなたが言うスピニングの手返しとはね、全く別世界の話なのね。どうしてもベールを返して起こして、返して起こしてってしなきゃならないんで、そこがまず違う。あとはね、キャストに関しては、スピニングの方がずっと奥が深いし、いろんなキャストも上手になができるので、そこは僕はあまり取り沙汰する気はね、毛頭ないんですけど、やっぱりこのベイトリールの機構っていうのはね、そこスピニングではもう全く無理な部分までできちゃう。あと、ボートから下へずっと下ろすときのフォールスピードの調整なんていうのは、圧倒的にベイトリールのが、自分の任意のスピードでキャストコントロールさえ沈めろ、くる落とすことも可能だもんね。それスピニングだと難しいんだよね。完全にフリーズするか、スプールを指で、ね、フェザリングしながらプッと落とすくらいしかないよね。でも、そこはベイトの方がずっとやりやすいよね。指でお腹スライスとスーって糸が出てて、止まったらバーンと合わせられるじゃない。それがスピニングだとなかなかできない。そういうことです。あとね、4、5件、読み上げたら、お返事したら、今日はね、終わりにします。あと5問、新しい質問は 入れないでください。
坂本さんかな、ライトソルトでベート使う、これは読み上げたのか。使うラインのためにガイド径を決めているようですが、昔に比べてかなりガイド径は小さくなっております。てっきり流行りかと思いました。昔は P ラインがボルダだったからよ。細い P ラインがまずなかった。0.35なんてなかった。ね、昔は。だから、モノフィラメントが多かった。で、フロロにしたらもう0.35なんてのは、僕らの感覚じゃ近年だからね。一番細くても0.55とか0.65だったんだよ、モノフィラも、PE も。P なんかもっと、下はあんまなかったんじゃないかな。僕がアジングメバリングやりだしたからでも0.35なかったからね、四つ編みさんには、PE の。で、聞いたら0.35だと、作れるんだけど、1000メーター作ったらどうしてもウィークポイント弱いところで出て、そこで切れるのが四つ編みクオリティが保てないから0.35は作らないって当時言ってたよ。25年ぐらい前だよね。20年か。25年にならないかな。20年前だね。ところが今やどう？細い P ラインが作れるようになったよね。そうするとガイドを大きくする理由がないよね。で、おまけにモノフィラも0.55以下使うのが主流じゃない。今のアジング特に。0.55以上のライン使うアジンガーってほとんどいなくない？ポリエステルでも。でっかいやつが回ってくるところの人は使うかもしれないけど、そういう人が逆に P 使っちゃってるよね。で、P 使うと、40センチのアジ釣ろうとすると、やっぱりリーダーが、1号、2号のリーダーじゃ切られちゃうからね、40センチぐらいのアジだと。そうすると、やっぱりリーダーが2号以上、2.5号とか3号とかのリーダー組むようになるでしょ？そうすると、PE が0.45でもリーダーが2.55だったら、ガイドがちょっと大きいと、もうノットストレスがかかっちゃうわけ。流行りというより、必然なの。いろんなものが進化していって、その中から組み合わせで使うために、ああ、ガイドはこうするのが一番いいよねっていう一つの結論が出てるのが、極小ガイドの流れなのね。だからそれが嫌な人は、極小ガイドじゃない竿を買えばいいだけさ。もしくは、どうしてもそのブランクが気に入ってるんだけど、極小ガイドが気に入らないっていうんだったら、自分で巻き替えるか、ガイド交換をしてくれるお店探して、そこに行って、ガイド番手を全部2番手ずつ上げてって頼んでやるとか。僕なんかそうしてたよ。子育てアングラーさん、B テスラでメガプラ最高です。20センチくらいのアジングも普通にできました。できる。できる。アミジャーミーだとアジングはもっと快適ですかね。購入検討中です。何がいいかというと、アミジャーミーだと、やっぱりジグヘッドでボトムでこうチャンチャンってやる釣りするときに、明らかに B テスラより、やっぱ弾きの感度がよく出る。そういうところがやりやすいです。まあ、最初からジグヘッドロットって書いてあるんですよ。ジグロット。ジグヘッドに限らないんだけどね。ジグに寄せてる。ジグっていうのはメタルジグもジグ。ジグヘッドもジグ。他のライトテキサスの進化だって、ある種ジグ。鉄板バイブも使うことがある。で、ビーテストラだと、それらをやるときに、わーっとこう、しなりがね、ブルッと動かしたときに、ブラッとなるわけ。うんぶるにしたくないわけ。ぷらっぷらってやりたいときがハミジャンビュー。ふわんふわんってやりたいときがビーテスだ。こういうふうに考えてください。ただ、1グラムくらいのジグヘッドをちょんちょんってやる分には、そんなに大きな差は出ない。静岡の釈明バリストさん。ジーソや沖磯での大物旗狙いで現在使用しているのが9フィートのスピニングノットになるんですが、いるね、それぐらいね。ロングリーダーを組もうにもガイド抜けが悪い。使いづらさ。ああ、しょうがないね。ベンダバール10.1も私には少し重くて、ティラドールが10フィート近くあるような重さを感じられないとお聞きしました。直感的にこれだと思いました。もうね、まさしくそこ狙いなのよ。僕じゃ、10フィートのね、ベイトロットって各社、ね、フィッシュマンさんでも、つららさんでも、他あるし、僕はピュアフィッシングのテスターもしてたので、平鈴木用の11フィートの、
ベートロトいただいてます。ファンキー山岡モデル。まあ、いくつかね、試してるんですよ、僕も。それと、あと、どこだったっけな。ちょっと忘れちゃったけど、2、3。10フィート張るとね、振り切れない。それを振れるように作ろうっていうのが。で、振れたよ。もう欲しくってしょうがない。作ってる僕が。今、一旦工場に返してるんだ。カウンターウェイト。ね。このファーストモデルのバランスと同じにしてくれって言って戻してるんで、今手元にない。今、地球さんのところになるぐらい。早く欲しい。まあ、同じく静岡尺のベースさん、ロングリーダーを組んでもガイドの毛が良く、なおかつスイングスピードを上げられる軽さで、ロングキャストができるなんて、まさに待ち望んでいたと。ただね、あの範囲の中で警戒だということなので、あんまり、過剰な期待はしないよね。過剰な期待は。11フィートは、10フィートは10フィートですよ。ウェイトで言うと230グラムあるんですよ、竿は。で、あとは、こう、カウンターウェイトやその他のバランスで、負担がかからないように感じるようには作ってるけど、基本はそういう長くて重い竿ですからね。まあ、230グラムを重いと思うかどうか、フェルールね、つなぎ方変えてるんですよ。プットオーバーっていうの。波継ぎと逆波継ぎ、日本語で言うと。これが波継ぎ。こっちがメス、こっちがオス、順に刺していくの。これが波継ぎ。で、逆に、バット側のパイプに上を上から継ぐやつ。これがプットオーバー。で、上も下も同じ太さなんだけど、この中の棒みたいなのを両方からこう刺してあるように見えるのが、スピゴットフェルールっつって、まあ、印籠継ぎなの。で、フィッシュマンの竿って全部波継ぎね。ここへオスを刺すでしょ。オスを刺します。バットに2番のオスを上から刺した。これが波継ぎね。その2番のここへ1番のオスを刺す。下がメスになって。これは波継ぎ。で、逆波継ぎという手法があるわけ。何が言いたいかというとね、波継ぎの作り方だと明らかにここがここより太いよね。だから、波継ぎの場合は、細い中ぐらい太いって、だんだんこう太くなっていく。で、プットオーバーというやり方をすると、上にメスをかぶせるから、上の方が太いんだよ。でも、ここ細くできるでしょ。また太いけど上細くできるでしょ。つまりね、バットが細く作れるのよ。プットオーバー、逆波継ぎは。ティラドールの場合は、そこがね、ちょっと大成功して、MH、ミディアムヘビーの竿にしては細い。そこがね、空気抵抗とか、いろんなことも手伝って、すごく振りやすい竿になってるから。ね、そこは期待してもらってもいいです。メバルロッドより少し強い竿、少し太い竿を使うのがミドルゲームロッドっていうのは、ターゲットがあくまでも40ぐらいまでの生地あったり、50までの体がターゲットだからですか。まあ、大まかに言えばそういうことも言えるよね。でも、イメージとしては、ほぼ間違ってないです。魚種によってはね、80センチあっても取れる魚種がいるでしょ。例えば、普通のメバルロットで、マルスズキの7、80っていうのは、比較的取れますからね。だってドラグ出せる釣りだしね。で、ストラクチャに、一番近いストラクチャにこう逃げ込もうとするような習性もシーバスないんで、広い方向かって、ああ行ったりする。取れるでしょ。魚種にもよるんだけど、まあ、ミドルゲーム、ミドゲーっていうのは、すごくちっちゃく軽く細くなっていった今のライトゲーム
タックルでは取れないものを取るための差だというふうに大義としては考えてください。この今の先進の進化した幅狭くなったリグの幅が狭いということね。のライトゲームでは難しい、それ以外の釣りが全部ミドルゲームの投票だと。はい、ということで、今日はね、ずいぶん長いこと喋りましたね。3時間経ってる、3時間。過去最長じゃないかな。まあ、長時間ね、お付き合いいただいた方もいらっしゃるでしょう。まあ、大体147人、150人の方がずっと2時間以上いらっしゃるので、この長時間皆さん見てらっしゃったのかな。ありがとうございます。はい、ということでね、今日はこれにてお開きとさせていただきます。皆様ありがとうございました。また次は誰をやるか分かりませんけど、いつもこんなこと言って終わってますけども、まあ、テーマ絞ってやるっていうのはね、非常に物事が少しずつ深掘りできるので、この一長一短という枠はね、何か思いつくために、ちょっと活用していきたいと思いますので、今日みたいに前もってお知らせして、前もってオープンさせて、そのご質問を十分考える時間をお渡ししてで、ね、ご参加いただこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日も終わります。じゃあまたねー。